まあ日本のことわざで板前は口八丁手二丁、まあ多分お客さん、日本のお客様は板前に惚れて通ってくるって感じなんで、多分アメリカ人のお客さんも多分そうじゃないですかね。板前に僕に惚れて通ってくるみたいな感じじゃないですか。ウニ、わさび、ディップザソイソース、エンジョイ。寿司のうまさは魚じゃねえ、握る男の息の良さ。寿司の上はハーレムのど真ん中にあって、ちょうど1年経ちました。海外の、求人票があったもんで、ニューヨークで募集してて、そこに書いてたのが、世界の中心で仕事してみませんかっていう言葉にちょっと惹かれたもんで、世界の首都はニューヨークです。はい、メイン州のバフンウニと北海道のバフンウニを食べ比べて、はい、うん、クリーミーでしょ。The first day we opened the restaurant Sushi Inoue was July 25th, 2015. At the time they came here, there wasn't any Japanese restaurants around. We have a vision to bring the authentic Japanese food to Harlem. Ashin's a very funny guy. He's very naturally charming and he makes people smile.Hey, how are you? You alright? Yeah. Okay. Don't be scared. ここではお店始めてですから、ちょうど1年ぐらいですね。はい。私の好きなヘアカットはスカッとしたヘアカットが好きです。He like a high top fade. He changes up every now and then, maybe every 6 months. I'm gonna come down and eat one day. I heard you're a good cook. Alright, got shrimp, right? Yeah. Alright. 20 years ago, a Japanese restaurant would have been, hey, outrageous. Everything's changed.New buildings, young generation, different ideas. What do you think about Mousehead? No. Now I gotta draw a line somewhere. I ain't ready for the raw fish. とりあえず食べてみろと。はい。メニューはお任せスタイルなんですけど、お任せのアペタイザーは1ヶ月ごとに変わるんですけど、お任せの刺身と寿司は毎日変えてます。まあ、仕入れによって変わってきます。夏の魚ですね。旬のやつだけですね。これ島味。寿司ネタに例えるなら島味ですね。なぜならば島味は白身の王様だから。だから美味しい美味しいからですね。朝は魚の配達の関係で、火曜日から金曜日までは9時半に入って12時頃帰ってますね。デートする時間ないじゃないですか。うん、マグロが恋人です。生すじこ、生いくらですね。これは今朝サーモンから引っ張り出した。それを今からバラバラにして、うちで醤油漬けにします。潰れないんですよ。不思議でしょう。生まれは長崎、育った場所はたまたまハーレムと一緒で教会がたくさんある町なので、そうですね、
もう家からも海が見えるところ住んでたんで、おじいちゃんがよくお魚釣ってきてたんで、それを刺身にしてもらって食べてました。高校卒業して東京のお寿司屋さんに入って、長渕剛の「トンボ」っていう歌がちょうど流行ってたんで、歌詞の中に「花の都大東京」っていう、まあそれですね。3月に卒業して4月にお寿司屋さんに行きました。で、寿司屋さんの名前は金太郎寿司です。金太郎寿司は正統派のトラディショナルなスタイルのお寿司屋さんです。最初にした仕事は洗い物とお茶汲みと、あとは駐車場にこう車を移動する仕事ですね。その期間は仕事中は魚に触ることはなかったですけど、仕事終わって先輩にお願いして魚を残してもらってて、それでこう練習はしてました。みんなが帰った後、夜中の2時3時で余った魚と余ったシャリとか、そんなんで練習してましたね。巻物握りは夜な夜な練習して。うちの親方は位の年代になるとチャンスをくれる人だったんです。行け、さあ先輩が指切ったからお前入れ。だからいつ言われるか分かんなかったですけど、僕は8年目でしたね。金太郎寿司で20年間働きました。私は2010年の2月にニューヨークに来ました。だからヒデさんとの出会いは来たばっかりの時、同じところで修行した人なんで、シンさんはなんか物もしっかりはっきり言うし、人間的にも魅力的な人だと思います。初めて会った時はもう金太郎氏出身っていうだけでも親戚が来たみたいな気持ちになりましたね。とても嬉しかったですね。アメリカ来て6年ですね。6年、はい、すぐだよね。はい、6年です。伊豆さんも食べるはずか、サラダ。いやもう女性といると食べますよね。女性が頼むから、しっとりの時は頼まないです。肉です。最初に勤めたのはミッドタウンの寿司禅っていうとこですね。まあそこのお店は、まあ、トラディショナルと歌ってますけど、実は違って、なんかスパイシーツナロールカリフォルニアロールとかやってたわけですよ。でそういうモヤモヤもあって、3、40年前の先輩方が、今レストラン経営されてる先輩方がアメリカニューヨークの人に、生魚を食べる文化を教えたじゃないですか。で今度は僕らの世代、僕とかヒデさんの世代で本当のお寿司を今度は紹介できればいいかなと思ってんですよね。で握りがサンマカアジ、石ガレイ、スズキ、ボタン、ホタテ、トロ、アナゴ。あと今日予約は誕生日かなんかあるスペシャル。ない。ない。わかりま。じゃあ山下さんお願いします。お手挨拶。せーの。はい、よろしく。I think what convinced me to work with him was when he told me that he's not doing anything extraordinary, but he wants to consistently be ordinary. これ自慢でも何でもないんですけど、今アメリカに多分いる板前の中で20年日本で修行した板前寿司職人というのは僕だけだと思います。これで納得したら多分僕の成長も止まると思うんで、どうしたらもっと綺麗におろせるかとか、そしたらこう形よくうまく握れる包丁をどうしたら、飾り包丁を入れたら握れるとか、寿司を握る瞬間は気持ちが入ってます。だから気持ちが入ってます。寿司職人を辞める時っていつですか？体が動かなくなった時です。はい。